ドリームチェイサーです。今回はこちら、ポケモンの商品いろいろ紹介していきます。食玩からはポケモンキッズ目指せマスターズ8編。こちらたくさん種類があります。一気に全部見ていきましょう。目玉はここかな。ガラルの姿のフリーザー、ファイヤー、サンダーがラインナップされています。はい。100均からはこちらのスタンプ列伝と、スタンプ列伝レジェンドを開けていきます。まだまだね、揃ってないので、ミュウとかね、欲しいなとか、ポーとかね、ソルガレオとか、そこら辺ゲットできるまで、全18種類揃うかな。まあでもね、少しずつやっていきたいと思います。はい、そしてこちらは、ポケモンのジェムストーンコレクションになります。これも食玩売り場にありましたが、今回は雑貨屋さんでもう箱が開けられていないものをゲットしてきました。全種類揃うはずなので見ていきましょう。ではまずはポケモンキッズからいきます。マスターズ8編。こちらも、ポケモンセンターボックスゲットキャンペーンを行っています。大当たりシールが出たら必ずもらえます。中に入ってる応募券を集めて当たるこちらのボックス最後に召喚していきます。結構当たりやすい気がするのでみんなも狙っていきましょう。はい、応募締め切りは2021年8月31日当日消印有効となっています。ではでは、いきます。パチラゴンですね。あ、応募券はこちらになります。これを3枚集めて応募しましょう。ガムが1個入っていて、パチラゴンはどんな感じ？はい、かわいい。かわいいな。なんか、ちっちゃいキャラクターが、真ん中にくっついてるみたいな恐竜。はい。でもね、これ手だよね。なんかここら辺で完結してそうな気がするような感じなんですけれども、とっても可愛いです。キュッて顔してますね。体は意外と大きいんだね。はい、大当たりシールが入ってれば結構ね、わかりやすくここに入ってると思うんですけれども、いないですね。続いてはこちら、キバナです。当たりシールはない。残念。はい、キバナ。あ、かっこいい。はい。こちらのパッケージよりちょっと色がしっかりめかな。結構色濃いです。でも、シュッとした感じは出てるっていうか、かっこいいです。はい、キバナ。はい、じゃあ、ここは最後のお楽しみにするよ。ダンデから開けていきます。ダンデはちょっとぷっくり系かな。そうでもない。ああ、シールはなかったけど。見ていきましょう。ああ、後ろのひらひらがね。ああ、いい、いい。なんか、うん。思った以上に、しっかり、それっぽく作られていて。こちらはもう、こちらのパッケージそのものな配色ですね。かっこいいです。はい、ダンデ。では、フラエッテ、白い花開けていきます。フラエッテってなんか、ね、別な色だったかなって思ったんですけれども、白い花って書いてるから別な色の花もあるのかな。はい。ああ、かわいい。あ、こっち側が、あれなのね。こっちにお花があって、お花を背負ってる感じ。あ、そっか、ここがね、茎だもんね。はい。フラエッテ。ふわふわした感じですね。はい。EV フレンズシリーズからは、ブラッキーとシャワーズが今回はラインナップ。ブラッキーがなんかちょっとぽっちゃりしてるんですけどね。はい。なんかスマートでかっこいいイメージのブラッキーですけれども。あ、でもそうでもないか。写真だと平面的に写るから、ぽっちゃりした感じに見えましたが、はい、すっきりしたお顔立ちです。かっこいい。うんうん。そうそう、こんな感じ。もっとね、顔細くてもいいけど。はい、それに対してシャワーズはちょっとぷっくりめかな。このまま出てきたらぷっくりめ。あ、そして透明かと思ったら、これは普通の水色ですね。あ、でもかわいい。ぷっくりだけど、写真ほどはぷっくりしてない。やっぱここをこう写してて、ここの影が消えると、結構顔つき違って見えるんですね。
これならわかるかな？立体的に見えるかな？はい。ショアズ。うんうん、いい感じ。なんか、EV から進化しましたっていうフォルムを保った、あの、シャワーズって感じですね。はい、では続いて大列開けていきましょう。大列。でかいのかな？おー、ちょっと気持ち悪い。あんまりね、得意な形状じゃないな。これ、大列は何なの？なんか私にはね、芋虫にしか見えないんだけど、なんかまん丸くなってるような。あ、でも、こういうフォルム、なかなか今までのキャラクターであまり見ないタイプなので、いいと思います。はい。大列。ボリューム、横幅はありますね。はい、ジュラルドンです。ジュラルドンはね、いいですよね。ちっちゃい、ジュラルドもっと大きいかと思ったのに。はい、思ってたよりコンパクトで、まあ口がわーっと開けてるんですけど、あ、開けてるんだけどなんか強そうじゃないっていうか怖くないっていうか、な感じですね。はい、パッチラゴンと大きさがね、同じくらいっていう、なんか仲間みたいな感じになってるけど。わーって。いいと思います。はい、ではこちら氷っぽアイスフェイス開けていきましょう。当たりシールは来ないですね。本当にレアなんだ。ガムだけだもんね。あ、氷っぽ、氷っぽって感じ。かわいいです。ちっちゃめペンギンにキューブのアイスが乗っかりましたみたいな感じ。子供はでも好きだよね、こういうキャラクター。はい、では続いてウオノラゴン開けていきます。ウオノラゴン、おー、ぬっぺりした感じ。このキャラクターはね、まだね、よくわかんない。ウオノラゴン、はい、そして後ろからリザードン取って開けていきましょう。リザードン、かっこいい。いろんなポーズで出てますね、リザードン。これはちょっとスライディングしたのかなみたいな感じになってるけど。まあまあ、こんなのもいいでしょう。ちょっと偉そうなリザードン。まあ、リザードンっていつもそんな感じだけど。はい、では、オノノクス開けていきましょう。ジュラルドンを見た後だと、これもあんまり大きさ期待できないんですけど、どうかな。あー、まあまあまあ、まあまあだけど、なんかこう、あれみたい。ウルトラマンのおもちゃ開けてる時みたい。オノノクス。なんか、既視感があるっていうか、いいと思います。かっこかわいい。あ、でもこれ、うちの子好きそうだな。あの、ジュラルドンより強そうには見える。さあ、では行きましょう。サンダー、フリーザー、ファイヤー。サンダー、ファイヤー、フリーザー。サンダーから行こう。はい。あー、ここからね、当たりシール来たらもう最高なんだけど、ないですね。はい。そして、思ったよりコンパクトにまとまっています、サンダー。こんな感じ。サンダーが黄色じゃなくてオレンジとかすごく違和感なんですけれども、結構まあ、この種類かっこよく作られてるので、ありなのかな。サンダーです。はい、ファイヤーも、なんかね、黒が入るなんてすごく不思議。これはいいかも。うわ、これめっちゃかっこいいね。黒が真っ黒じゃなくて、ちょっと淡い感じの黒なんですけれども、それがマットな感じを引き立てててめちゃくちゃかっこいいです。へー、あ、うん、これもいいかも。そしてでかい。そう、ボリューム的にはこれぐらい欲しいよね。さあ、フリーザも大きい感じで出てくるかな。おー、あ、うん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 。あー、いいじゃん。なんかサンダーがもうちょっとボリューム欲しかったけど、フリーザはこんな感じ。もうフリーザって言われなければ全然わかんないけどね。でも、いいと思います。もうカラーリングが。
紫だからね。水色とかブルーのシュッとした感じどこ行ったんだろうという若干袋多めな感じの印象も入ってきたような感じはするんですが、まあこれはこれでありなんでしょう。サンダーやっぱもうちょっとこう、尻尾のこっちの奥部分が長い感じでボリュームがあったら最高だったなぁ。一つだけね、ちょっとちっちゃい。はい、ということで、全15種のポケモンキッズ目指せマスターズ8編はこんな感じのラインナップでした。はい。どの子もかっこいいし、かわいいし、何よりこちらのポケモンキッズシリーズは自分で選んで買うことができるので、お気に入りがいたらぜひぜひ手に入れてあげてください。やっぱりね、一箱の中にこちらのキャラクターは一つずつだけ、他にも何種類か一つずつだけの子がいるので、もう出会えたら運命と思って手にしちゃうのがコツかな。うまくゲットできますように。はい、ではもうちょっと見ていたいので、こちらのスタンプレジデンを開けながら後ろはこのまま行きたいと思います。では、まずはこちらの普通の方から行きましょう。ミュウが欲しいな。そうかな。あ、こちらはメッソンです。メッソン。かわいい。後でペタンとしましょう。続いては、誰かな。あ、誰だ？紫だ！ミュウだ！やばい！来ました。今度は水色。誰？誰？ザシアンだ！やば！やば！今回大当たり。はい、ラインナップを見てみると、こちらのスタンプ列伝のラインナップは、ピカチュウ、サルノリ、ヒバニー、メッソン、マホイップ、アーマーガ、ワンパチ、ザシアン。不思議だね。ザマゼンタ、人影、ゼニガメ。ゲンガー、バリアード、カイリュウ、カビゴン、ポッチャマ、ミュウ、でした。やばい。次はどうだろう。レジェンドの方開けていきます。あ、あ、グラードン？グラードンだ！やったね。まあ、こっちはね、レジェンドなので、まあ、何が出ても大当たりな感じはするんですけど、続いては誰だ？グリーンだよ、グリーン。グリーンは誰だ？ほーだ！ほー、グリーンなんだ！絶対オレンジだと思ってたのに。ラストは、水色、ルギアでーす！やったね、ルギアも好き。はい、こちら、スタンプ列伝レジェンドのラインナップは、あ、ピカチュウとかもいるんだ。ピカチュウ、イーブイ、リザードン、不思議花、ホウ、カメックス、グラードン、ルギア。そして、レックーザ、あ、レックーザ欲しいな。と、カイオウガ、パルキア、ディアルガ、ゼクロム、レシラム、ゼルネアス、イベルタル、ソルガレオ、ルナーラとなっています。めっちゃいいね、このラインナップ。全部欲しい。すごいね。はい、ではスタンプタイム押してみよう。ルギアカラー。このね、カラーと同じ色のインクが入っています。ルギア。お、綺麗に出るじゃん。いいね。続いて、ほう。ほう、グリーンか。グリーンだね。あ、でもすごい、結構綺麗に出る。もうちょっと目のとこが綺麗だといいな。軽めに押した方が、ほうは綺麗に出るかも。続いて、ミュウ行きまーす、ミュウ。かわいく押せるかな。あー、まあまあ、ちょっとかすれた？ギュッと押すと、こんな感じ。ギュッと押しても大丈夫かな、ミュウは。はい、続いて、ザシアン行きます。ザシアン水色。行きます。あはこれは濃く押しちゃダメだね、軽めだ。うん。あ、いい、いい。軽めに押して、綺麗に出るタイプですね。では、続いてはグラードンです。グラードン。グラードンも軽めかな？うん、こんな感じ。なんか目のところがもうちょっと、あ、2回目はマシだったかな？強く押しちゃうと、この、目の周りがちょっと埋まりやすい感じなので、すぐにこう、見えなくなっちゃうかも。軽めに押した方が良さそうですね。ラスト、かわいいかわいいメッソンいきます。メッソンの軽めかな？うん。軽めで目の周り綺麗に出る感じ。それぞれとっても良くって、ほんとね、
よくここまで細かいハンコ作れるなってぐらい出来がいいので、こちらも100均で見つけたらぜひぜひ手に取ってみてください。これはね、このシリーズは大当たりだと思います。はい、ではラストこちら。ポケモンジェムストーンコレクションを開けていきましょう。大人買いで全種類のアイテムが揃うと書かれてる箱を買ったんですけど、まあ、どうかな。最後まではわからないので、ドキドキしながら開けていきます。はい、中はこんな感じになっていて、全6種類なので6個入ってますね。はい、では右側から開けます。はい、パッケージの側面を見ると、1,2,3,4,5,6 で載ってますけれども、これがこんな感じで、こっちは1,2,3で4,5,6で入ってるのかなっていうところチェックですね。ちょっと軽め。このアソートもわかんないですよね。その通り入ってるとも限らないだろうな。よし、行くぞ !1 個目すごい綺麗なパッケージだから、なるべく破きたくないんだけど、うまく取れるかな。あ、比較的取れやすい箱だ。で、開けてみると、おー、ここも止まってるんだ。あ、セルビーがいる。なになに？これか。6番のセルビーが来ました。セルビーちっちゃ。いや、でもこれ、すごい綺麗。なんか、このコレクションシリーズって結構組み立てが必要なものだったりするものも多いんですけれども、今回の、このジェムストーンシリーズに関しては、そんなに組み立てが必要なさそうっていうのも素敵だなと思ったんですよね。これが台座になっていて、この上にこう乗せるのか。で、この上にこれをはめ込んで、これはキュッと押すだけ？あ、押すだけ。で、この上にお花を置きます。これは本当に乗せるだけかな。あ、繊細な感じ。で、ラスト、このセレビーちゃんを乗っけるんですけど、このヒルヒルヒルってなってるのを伸ばす感じ？ここに、刺すっぽいんですよね。見えますか？この突起。この部分にセレビーの背中のこの部分を差し込みます。はい。これで完成ってことですね。ちょっとこのお花の香りを嗅いでるようなデザインになるのかな。なんかこの角度によってね、こうやって飛んで、こう着地しようとしてるような感じになるんですけれども、私のパターンは、ちょっとね、これが柔らかめなのか、ふわーんと降りてきて、ちょうどお花にタッチするようなデザインになっていました。パッケージのものと比べてみるとこんな違いがあるんですけれども、個人的にはこの個体差があるっていうのも楽しみの一つかなと思います。かわいいかわいい。かわいいよ、セレビー。このふわーんってこう飛んでる感じがうまく表現されていて、とってもいいですね。くっつける場所もすごくごくごく小さい感じなので、目立たなくって、そういう心遣いというか、デザイン性がすごくいいなと思います。かわいい。はい、二つ目、見ていきましょう。はい、二つ目は、この台座は？アブソルか？お、アブソル来た！やったね！すごい！かっこいい！あ、もうなんか、アブソルとセレビーを並べておくっていうのはすごくいいです。大きさの対比ができるっていう点でも、すごい。アブソルのかっこよさがより引き立って、セレビーの繊細さがより引き立って、すごくいい。そして、飛んでったアブソル、ここにいました。はい。組み立て自体はそんなに難しくないですね。本当にこの、もう乗っかるところというか坂みたいになっているところ。これがこのようになって、後ろのなんか宝石もね、かっこいいですね。で、アブソルはこの手のところがくっつくだけ。こちらも、接着面がごくごく小さく作られているので、どこが止まってるんだろう？ただ乗せてるだけなのかなっていう風な雰囲気にも見えるような感じがとってもいい。なのにね。すごくポージングがかっこよく決まります。いいですね、アブソル。これはそんなに個体差ないと思います。この下の台座の部分もかっこいいです。すごいいい、すごくいい。やばい、
で、6、5ってきたから、これが4な気がするけれども、どうかな ?4 はムーマなんですよね。結構軽めなんですよね。ムーマじゃないかな。あ、ムーマだ。ということは、もしかしたら、順番順に並んでいる可能性が高いかな?うわー、なんかこれ、アメジストっぽい感じですよね。やばいなー。はい。ムーマは、台座がこのようにあって、台座の上にこちらを乗せて、さらにこれを乗せるんですけれども、よくよく見ないとわからない部分があります。ムーマを、乗せるところなんですけど、ムーマにも小さい穴が開いていて、そしてピンのような、このようなものが一緒に入っていました。これを刺すところが、はい、この周辺をぐるーっと見てみると、私の場合はここですね。はい、まあ、みんな同じようなところだと思うんですが、この、説明しづらいな、なんて言うんだろう。周りのちょっと色が変わったあたりを、覗いてこうチェックすると穴が開いてるところ見つけられるかなと思います。ここに差し込んで、で、ムーマをここに差し込んでって感じですね。うわ、これ難しい。固定してあげるのが難しい。入ってしまえば特になんですけど。あ、入った。なんかこれも折れそうだし、折れそうなのとか本当に嫌。はい。でも、うまくはまったかな。ちょうどね。ちょっとだけ浮いてるようなイメージになります。意外と本当にジャストなサイズなので、はめづらいかとは思うんですけれども、この棒の部分折らないように入れてあげましょう。入れてあげたら、こちらにくっつけます。これは、こうかな。はい。こういう感じで飾ってあげると良さそうですね。うん、綺麗。はい。最高です。もうこのシリーズはもう絶対買いです。もうどれかっていうよりも全部欲しいっていう方が先に来たので箱買いしましたけど。はい。まだ出てきてないこちらの3体入っているかチェックしていきましょう。前から行きます。はい。一番手前はさっきのパターンで言うとセレビーから来たからミロカロスかなって思うんですけど、どうかな。いきます。誰だ。あ、ピチューとピカチュウが来ました。じゃあこの順番で並んでるかもしれないですね。正直言って重さではわからないです。この土台部分の重さがあるので、土台がね、同じものだったら、あ、重ければこっちかなとかっていうのあるんですけど、そうじゃないのでわかんない。すぎるんだけど、これはちょっと後でくっつけなきゃですね。あー、猫足みたいなものが一本折れてる。まあでも、まあ接着剤でなんとかなるレベルだからいいか。悔しい。こういうのね、悲しいですよね。はい。では、こちらを設置していきましょう。ピチューとピカチュウなんですけれども、見てみるとなんかこう、刺さるところ。あ、足かー。ピカチュウの足と、ピチューの、このお腹のとこですね。これをじゃあ、設置していこう。これか。ここにちょっとありますね。ここにピカチュウの足を刺してあげます。こういう感じ?で、こう、はめ込んであげるのね。あー、でも、あんまり目立たないから自分でよこらせって乗ってるような感じ。かわいい。で、ピチューは、ピカチュウのところに回ってってするような角度で、この部分に差し込みます。こうかな?足も刺さるんだね、ちょっとね。はい、ひょこっとした感じで、かわいい。このね、キラキラ部分が、黄緑とオレンジなので、ピチューとピカチュウの黄色をこう、目立たせてくれるようなね、綺麗な宝石っぽい感じ。はい。土台の部分を、じゃあ今回ちょっと壊れてるからね、こういう感じに乗っけようかな。はい、で完成です。
はい、とっても可愛いです。もう何気に横とか後ろ姿とかも可愛い。どんな表情してるのかなって思うような感じで並べておくのもいいですね。はい、とっても可愛いです。ピチューとピカチュウ。はい、残り2つ。真ん中のところです。さあ、開けていこう。続いては誰だ。はい、いいですね。ブースター、ブースター来た。はい、イーブイのものはモチーフ的にはアブソルのとセレビーの感じを組み合わせたような感じ。はい、なので、はい、台座を乗っけてこの炎をこうボーってしたら。この台みたいなところにブースターを乗せる。はい、これで完成です。すごくかっこいい仕上がりになってます。EV シリーズだけで一通りね、ゲットしたい気もする感じ。これは揃えたいな。このジェムストーンシリーズはやばいです。ほんと可愛いし綺麗だし。あのガラスとかは使ってなくてプラスチック製なんですけれども、すごく濃淡をうまく使っているので透明感や本当の宝石感がしっかりあります。はい、ではラスト、こちらにミロカロスが入っていたらいいな。重さ的にはね、これこそピカチュウとかピチュウが入ってそうな、そんなに重くない感じなんですよ。それが不思議。それでね、ピチューピカチュー入ってたら笑うけどね。あ、大丈夫でした。ミロカロス。ミロカロスも、あれですね。テレビや、ブースターと同じ、さっきのパターンな感じ？はい、どんな順番で並べておこうか迷うような感じですね。とっても綺麗。はい、こちらはミロカロスを初めに設置した方がいいかな。この、くぼみがミロカロスの尻尾に合わせた感じであります。ここに合わせて乗せるといいかな？ちょっとこのね、くるくるっとしたところにはまるようなラインがあるんですけど、思ったよりしっくり、あ、でもここっぽいですね。ここですね。しっくりくるところを探してください。で、この間のところにこれを通す感じ。あ、もう、はじめに差し込んでから巻きつけちゃった方がいいのか、安定するのか。で、最後に上にボールを乗せます。これは、他の先ほどのセレビのお花や、ブースターの炎のようにただ乗ってるだけなので、まあ、揺れて落ちるとしたらこの部分みたいな感じですね。はい、ということでミロカロス完成です。このボールを乗せてるだけの不安定さも楽しんで飾る感じですね。はい、いいと思います。ボール落ちそうなんですけど、大丈夫かな。プルプルしちゃう。ミロカラスのこの尻尾が出てるので、こう触れると倒れそうになるんですよね。はい、ちょっと押さえて。台座の部分はこんな感じになっていて、まあ、こちらもね、どの角度から見てもかっこいいです。すごい。綺麗ですね。はい、ということで、ジェムストーンコレクションを全部開けてみると、こんな感じ。はい、こちら単品で買おうかすごく迷ってて、アブソルとセレビがとりあえず欲しいなとか思ってたんですけれども、開けてみたらもうどれもすごく素敵だったので、気になった人はぜひぜひ手に取ってみてください。どれが出ても嬉しいんじゃないかなと思います。すごく綺麗な仕上がりです。はい、ではポケモンキッズポケモンセンターボックスゲットキャンペーンの当選商品を見ていきましょう。はい、画面に映らないほど大きなこちらがポケモンセンターボックスになります。ポケモンセンターをモチーフにしたボックスになっていて、ちゃんと蓋の部分もついてるんですね。はい、ガバッと開けるとこんな感じで収納できるボックスになっています。折りたたみできるんですけれども、ちゃんと底の部分もはまるようなものが付属していて、グッと押し込んで、はい、しっかり小型で使えます。はい。巨大マックス。
と一緒に並べると箱のデカさがわかるかな。ウーラオス1、2、3、4、5、6人分ぐらいと1、2、3、4人分ぐらいな感じ。すごいでかいです。結構入れてるんですけど、まだ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 入りますね。で、このポケモンセンター型ボックスの中に一緒に付属していたやつがいるはずなんだけど、どこに行った？はい、この子ですね。はい、このピカチュウが付属でついています。蓄光型ピカチュウになっていて、半透明な感じなんですけれども、光にいっぱい当てて暗闇に行ってこうね、覗くとね、フワーンと光るようなタイプのピカチュウです。はい、ということで今回のポケモンキッズメンバーたちもこの中にしまっちゃいます。はい、全然増えたように見えないっていうのは恐ろしいんですけど、これでまだ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 集められます。すごくいい。はい、こちら本当に大きいので、ゲームやカードや何やら、もうポケモンのものは全部この中にしまうって決めることもできるので、子供もね、これ便利でいいなと言って使っています。こちらの大当たりシールが出なくても諦めないで、応募券3枚切り取って、貼り付けて送ってみましょう。きっとゲットできると思います。はい、というわけで今回はポケモンの食玩などなど一気に紹介してみました。いかがだったでしょうか？参考にしてもらえたら嬉しいです。またいろんな種類見つけて紹介していきたいと思います。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。